つながっているところから裏島また今ですね、道ヶ島にいます。道ヶ島の、船に乗ってクルーズしているところです。道ヶ島クルーズ、左に青の洞窟ってあると思うんですけどね、カプリ島に。それと同じこの道ヶ島にも、青の洞窟があるので今から行くところでございます。2016年、平成28年の2月の11日建国記念の日なんですけどね、色が結構綺麗。窓の形を持って名付けられております。出てまいりますと言うと津川でございます。年より大きな波が来て出来上がることがございます。私のお客様は十分ご注意してください。なお現在は禁煙となっております。しばらくの間お煙草をご遠慮いただきますようお願いいたします。左に並んでおります海岸線、こちら大松海岸、また大松岩手を通ります。成立する時の時、沖合からこの海岸を伝うという船の広い部分が大きな幕を張り巡らしたように見えますところから、この辺は作られております。左側、長口出ている岬が阿城岬、
山を安城山と申します。この山には昔安城という城があり、その跡は戦前まで残っていましたが、戦時中の開墾によって取り除かれ、今ではそのごく一部が残っているだけでございます。安城近くの新鮮な岩が亀子岩でございます。大きな亀が丘へ這い上がろうとする形を